ポンチョンでーす。もう一回、高い。はい。おはよう。はい、おはよう。ジャン君、これは毎朝の行事です。カドクリーター、そしてあれワンちゃん、はい、一通り落ち着いたらこうやってご飯を食べると。おはようございます。ポンちゃん、はい、ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃんはなでなでしてもらうと何かにスリスリするんだね。さあ、気持ちのいい朝のようですが、実は今日は黄砂がいっぱい来てるんだって。雲一つない空のように見えるけど、なんとなく黄色というかね、白というか黄色っていうかね、そんな感じです。なので窓はあまり開けられないかな。朝の毛づくろい。ポンちゃん、レディーだね。レディーなのに。ジャン君。ジャン君、なんだか可愛いんですよ。なんか腕を褒めてますね。ジャン君。可愛い。はい、ジャン君、ポンちゃん。行くぞ。ジャン君、いで。ジャン君。ジャン君。待って。やらないの？いいんですか？高いで。迎えに行かなきゃダメですか？
あ、逆で、あ、いいのか。ポンちゃん。ん？はーい、甘えに来ましたか。はいはい。知らんけど、こういうとこに挟まりたいのね。うん、挟まり好きなのね。こんにちは。目が覚めた。なんか優しくしてほしいって言ってくるのね。うん。こんにちは。今日はね、暑いね。ポンちゃん、部屋の中が 27.7 度になったのでちょっとだけ冷房を入れています。ちょっと黄砂が強くひどいので窓が開けられないので暑いんです。世の中が黄色いんです。そうでもない、なんか天気なんかでもちょっとな変な曇り方だよね。うん、色が悪いよね。天気予報ではだってなんだっけ、うん、白くなって視界が悪くなるから、うん、運転とかに気をつけてくださいとか、まあ、うん、こっちは分かんないけど、その地域によってはね、地方によっては、ね、マスクをしてくださいって改めて言うかもしれない。マスクも言ってた、うん、とあのなるべく外で運動とか、うん、あの無駄に出たりせず、うん、どうしても出なきゃいけない人はマスクとかしましょうって言ってた。してますしてますしてます。そしてジャン君登場。はい、ジャン君登場。ここどうぞ。そんでおいで。おいで。どうぞ。はい、ジャン君。目が覚めたから甘いに来た。はい、ジャン君。向き逆ですけど。ジャン君。でした、ジャン君。はい、はい、やりましょう。こっちは。黒いのはポンちゃんの毛。じゃあこおいで。ポンの毛くん。あ、ガチャって言っちゃった。はい、じゃあこれやろう。呼んでるよ。どうぞ。来た。ゆっくり来た、はい。もうちょっと前出て。じゃんくん。やりにくいわ。前に行って前に行って。じゃんくん。あれ？うん。じゃあポンちゃんね。あ、ポンちゃんも今度はジャン君についてっちゃうのね。あ、なんか後ろに行った。え？じゃあちょっとジャン君には黄色い猫じゃらしを。ネズミのシャカシャカ一番太いやつか。これ？それじゃないやつ最近気に入ってんの。黄色い棒のやつ。これのこと？うん。はいはい。はい、来ました。はい、ポンちゃん込みです。はい。うん。あれ？ちゃんくん見てるだけでいいの？まだ飽きたばっかりだからぼっとしてんのかな。もうちょっと立たなきゃ。頭がごめん、顔にぶつけちゃった。ポンの頭に。はい、じゃあここ定位置。ポンの頭に当たっただ。あとでね。ポンちゃん。ポンちゃん目ぐちゃぐちゃだね。どうしたの？涙っぽいよ。鼻炎ですか？寝てる間に描いたとかかね。とっくみやりしたかな。こっち見てごらん。いや、今日はね、おとなしく寝てたんだけどな。ど
私たちいない間が少しあったよ。あ、そうか。うん。ぽんちゃん。ちょっと特訓するんだよね。あ、目やにだね。目やに、うん、おいで。にゃん、ぽんちゃん。で、ぽんちゃん、目やに取られるの嫌いなんだよね。でもね、ふきふきしようね、ぽんちゃん。したら嫌がるんだろうにゃん。ぽにゃちゃん、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 うん、ちゃんくん、ポンちゃんの顔を今ジャン君が舐めたので目やにが取れたようです、多分。いつも事後報告になってる。だってカメラも聞くといろんなことやめるんですもんね、その人たち。タレント性低いからね。そして今くしゃみしたら多分ジャン君に鼻水とかが飛んだのか。ピクってなったよ。ジャン君、ニャン君、これね、耳しか向かないし。ポンちゃんの鼻水攻撃受けた？ポンちゃん、はい、ポンちゃん、はい、ポンちゃんです。ポンちゃんです、かわいいです。イライラしてんの？できないでしょ、ポンちゃん。はい、そうじゃない。はい、はい、はい、よいしょ、ポンちゃんです。もう一回、もう一回、高い高い、は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 い、そうだね、ポンちゃん、はい。